リビングストン郡はアメリカ合衆国ニューヨーク州の西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は65,393人であり、2000年の64,328人から1.7%増加した。郡庁所在地はジェニシーオ村であり、同郡で人口最大の自治体でもある。 軍名は1775年の大陸会議大議員となり、アメリカ独立宣言を起草した委員会委員だったロバート・リビングストンにちなんで名付けられた。リビングストンはリチャード・モントゴメリーの義父であり、このモントゴメリーにちなんでニューヨーク州をはじめ多くの州のモンゴメリー軍が名付けられた。リビングストン軍はロチスター大都市圏に属している。1683年に ニューヨーク植民地で軍が作られた時、現在のリビングストン軍地域はオールバニ軍に属していた。これは巨大な軍であり、ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には西の太平洋岸まで広がっていた。1766年7月3日にカンバーランド軍を分離し、1770年3月16日にグロスター軍を分離したが、 どちらも現在は、バーモント州に含まれている。1772年3月12日、オールバニ軍の残りが3つに分割され、1つは、オールバニ軍の名前で残った。1つは西部に作られたトライアン軍だった。トライアン軍の東部境界は、現在のスケネクタディ市の西約5マイルにあり、アディロンダック山地の西側と、デラウェア川西支流より、西の領域を含んでいた。 トライオン軍に指定された地域には現在のニューヨーク州37軍が入っている。ニューヨーク植民地総督のウィリアム・トライアンにちなんで名付けられた。1776年に先立つ年にトライアン軍のロイヤリストは大半がカナダに逃亡した。1784年アメリカ独立戦争を終わらせた条約締結に続いてトライアン軍は モンゴメリー軍に改名された。これは独立戦争時の将軍リチャード・モントゴメリーにちなむ命名だった。モントゴメリーはカナダで数カ所を占領した後、ケベック市攻略中に戦死した。憎まれたイギリスの総督に代わる命名だった。1789年、モンゴメリー軍からオンタリオ軍が分離した。この時のオンタリオ軍は現在の領域よりも、 かなり広かった。現在のアリゲニー軍、カタラウガス軍、シャトークア軍、エリー軍、ジェネシー軍、モンロー軍、ナイアガラ軍、オーリンズ軍、スチューベン軍、ワイオミング軍、イエーツ軍の全体と、スカイラー軍、ウェイン軍の一部が含まれていた。1802年、オンタリオ軍から、ジェネシー軍が分離設立された。このジェネシー軍も現在よりはかなり広かった。 アリゲーニー軍、カタラウガス軍、シャトークア軍、エリー軍、ナイアガラ軍、オーリンズ軍、ワイオーミング軍の全体と、リビングストン軍、モンロー軍の一部が含まれていた。1821年、リビングストン軍が、ジェネシー軍とオンタリオ軍の一部を合わせて設立された。軍内には、ニューヨーク州立大学、ジェニシーオカレジがある。リビングストン軍、長者リビングストン軍は、 フィンガー・レイクス地域にあり、ロチェスター市の南、バッファロー市の東に位置している。レッチワース州立公園の一部が、軍西部にある。ジェネシー川が軍内を北に流れている。ロチェスターサザン鉄道がグレーグスビルから南に、マウント・モリスを通り、ダンスビルまで通っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は640平方マイルであり。 このうち陸地632平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は1.30%である。リビングストン軍は17人の議会によって統治され、議会には1人の議長がいる。ニューヨーク州議会会員では、第133及び第139選挙区に、上院では第57及び第59選挙区に入っている。 アメリカ合衆国会議員ではニューヨーク州第27選挙区に入っており2013年時点では共和党員を選出している。司法では次の区に入っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。